崖に現れた、集局面、ベルギー集局面の拡大写真、クレタ島集局の形成集局は、地層の速報から大きな力がかかった際に、地層が曲がりくねるように変形する現象のこと。集局は、野外の地質調査で見落とす、もしくは判別できないと、地層類重の法則が適用できない場合がある。地震の力によって短時間で形成される場合もあるが、多くは、 プレートの移動などで長時間強い力を受け続けることで形成される。二方からの圧縮の力と隆起や人工の力などがかかって形成される。比較的硬い岩盤の場合は、終局が形成される途中で破断して断層となることが多い。地層の谷に当たる部分を降者山に当たる部分を敗車という。ただし、これらの用語は、 地層の上下が特定できている時の見つかわれるため、上下の特定が困難な場合は、高射上構造を新フォーム、廃射上構造をアンチフォームと呼ばれる。高射の場合、曲がりきった低い部分を底と言い、各地層の断面の底を結んだ線を高射軸面と言う。これが地形図に平面的に表される際には、終極軸と呼ばれる。この考え方は、 廃車でも同様に行われる。校舎軸面は必ずしも延直方向にあるわけではなく、一定の傾斜がついているために地形図の判読には注意する必要がある。校舎、廃車の他に単車が存在する。第四期に入ってからも活動を続けている集局を特に活集局と呼ぶ。新しいものなので、これよりも古い古期集局に比べて地表近くに多く存在し、 歌手段丘などの段丘面の変形として現れやすい。活習曲や活断層などをまとめて、活構造と呼ぶ。日本では、長岡平野や越後平野、庄内平野などの日本海東部沿岸に多く見られる。ありがとうございます。